マデス群島は、地中海北西部に浮かぶ七つの岩がちな小島から、なる群島。スペインカタルーニャ州、ジローナ県バッジ、アンポルダーに属する。イベリア半島本土にほど近く、ラスタルティットの沖合に位置している。15世紀には、イエルサレム聖墳墓馬術修道会が、メダグラン島に要塞を建設した。彼らは結局島を離れ、16世紀には、 海賊が要塞を攻撃して、損害を与えた。18世紀にはこの要塞が監獄となり、19世紀初頭のナポレオン戦争時には再び要塞化された。1811年8月29日、エロレス領主ジョアキン・イバニエス・クエバスイデ・バロンが、将軍はルイス・ロバート・デレーシーの命によって、イギリス海軍後藤フリゲート艦である HMS ・カンブリアンを援護した。 イギリス軍のグリーン大佐がマデス軍島に上陸してフランス軍兵士を捕らえフランス軍によって築かれていた要塞を破壊し要塞の放棄を命じた数週間後の9月11日にはレイシーがマデス軍島に上陸するとレイシーは駐屯地を再建して要塞を再要再化し象徴的に島々の名前を変更した1890年には最後の部隊が 中東地を離れた。イベリア半島本土のモングリ山海から見た、マデス軍島1983年には、カタルーニャ州政府によって、マデス軍島が保護地域に指定された。マデス軍島は、地中海西部で重要な海洋保護区である。イベリア半島の地中海岸では、産業汚染やマスツーリズムが自然に悪影響を及ぼしている。 その一方で群島から離れた場所の海中は、大規模な海生草地があり、旗類の繁殖地である、海中洞窟があるなど、依然として豊かな海洋生物の多様性を持っている。ありがとうございます。